トライフル代表、牧田清美です。第7回トライフルコンサート後半のプログラムよりジブリメドレーをお送りします。実はこの曲は第1回の時も演奏していまして、当時資金がない中立ち上げ、このオーケストラの編成に合ったアレンジをどなたかにお願いできないかなと思って探していたところ、京都市立芸大作曲科に在籍していらした立脇奈美さんという方が引き受けてくださって、特別にアレンジしていただいたものです。第7回は第2部前半から木村由美さんがゲストでしたので、ぜひまたジブリの曲をやりたいなと思ってプログラムに入れました。私も第1回のことを思い出しながら懐かしく聴かせていただきました。どうぞお楽しみください。